ター配達員の尾崎さん。尾崎さんは週に1日2時間都内のレンタルスペースを自分で借りて、ウーバー配達員が自由に立ち寄れる拠点を作りました。この日はさまざまな職種の7人が集まりました。小学校の交通指導員アクション配信なんです。この日話し合っていたのは、どうすれば多くの注文を受けられるかについてです。土日で結構9時とか結構やってんなって言ってた印象があったけど、どうですか？新橋とか3年結構朝になります。新橋ね、新橋とかレンタルのお店があれば増えてきてる割に人が増えてない。また新しいビジネスのアイデアも。エレベーターとか乗ってると配送業者の人と一緒に働いてとかするじゃないですか。ヤマトとかあの人たちってこういうなんか小包みの注目持ってるんじゃないですか。ああいうのを僕らやりたいなって。さらに尾崎さんはゴジョというアプリを使ってウーバー配達員が参加するオンラインの互助会を結成。まだ70人ほどで、集まったお金は1万6000円程度ですが、ウーバー配達員が事故で怪我をした場合などに支援できるよう、参加者を増やすことを目指しています。ですから、配達に役立つ使えるノウハウ的なものっていうのは特に出てこないですね。あくまでも配達員が個人個人で使った経験をこういうふうにやったら、大丈夫なのかな、うまくいくのかなっていうのを探りながらやってるっていうのが現状だと思います。有益な形ができてると思いますね。アメリカ・ニューヨークではウーバーの煽りで仕事が減ったタクシードライバーが自殺したことなどから台数の規制が始まるなど、ウーバーへの風当たりは強まっています。それでも新しい働き方が実現すると期待している尾崎さん。配達員のつながりを強めるのはウーバーの本業である配車アプリが日本で解禁されるときに備える狙いもあるといいます。もともとすごくやりたいなと思ってたことが、このウーバーのタクシー何年後かにもできたときに、すごく働き方とかがすごい日本の劇的に今よりも、変わると思ってるんですね。でコミュニティをそこに移行させるんじゃなくて、またこういうね、支え合うような、またビジネスをみんなで作り出していくような、そんな新しいことをやっていきたい。自分の空き時間を活用できるということで、今ウーバーイーツのような仕事をですね、副業としてこう選択する方というのも増えているわけなんですけれども、どうなんでしょう、これから副業の課題というのはありますか？そうですね、やっぱりまだまだ隠れてっていう形が多いですよね。まさに高田さんこういうふうに書かれています。まあ、副業といってもですね、隠れた捨てる業、そうなんですよね。だからそういうような状態だと思うんですよね。で今年はある面で副業のやっぱり元年じゃないかと思ってまして、ガイドラインが出てきたんですよね。こっちの副業の元年ってことですか？そうですね。それから、あとはガイドラインができてきましたので、でそれから、単にこれまでの副業と言われているところから、マルチで仕事をしていくっていうんでしょうか、いろんなその専門性をこれまで持っていなかった自分のものをやっていくとかですね、人生100年の時代ですから、そういう意味で新しいものをどんどんやってくるというか、そういうネットワークというかですね、そういうものが重要になってくる時代じゃないでしょうか。そういう意味でもこのマルチっていうんでしょうか、この部分は大きいんでしょうか、ただ企業でなかなかこの副業を認めているところというのは少ないようですね。そうなんです。またね、やっぱり 2割ぐらいって言われてますよね。そうですか。そうなんです。だからやっぱりまだまだやっぱり就業規制の就業規則の問題であったりとか、機密の問題であったりとか、まだまだハードルはあるってことですよね。町工場を訪れた東南アジアのベンチャー企業。What's that now? Really? 彼らが一緒に作りたいものとは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
questions for customers. Nietzsche. この走りのパフォーマンスは見える風景すら変えてしまう。想像を超える走りが新たな地図を広げていく。どう走るかは、どう生きるかは、人生を走ろう。レボーカ、安心と楽しさ、スバル。今の時代、マイホームはマイライフから見つけませんか。よっ、三井不動産グループなら海辺の家で趣味を楽しんだり、広い家を売って都心で楽しんだり、リフォームして仲間と楽しんだり、あなただけの自由な暮らしがきっと見つかりますよ。住まいと暮らし、三井不動産グループ。東京都大田区の町工場の様子です。しかしこうした工場の数は今ではピーク時の3分の1ほどに減ってしまっているんです。さらに町工場の半数が従業員3人以下、いわば少数精鋭で技術を受け継いできています。こうした町工場のものづくりの力を世界の企業とマッチングさせてよみがえらせようという取り組みが始まりました。東京大田区のとある施設、町工場と東南アジアのベンチャーをマッチングさせるイベントが行われていました。区内の町工場と技術的な課題を抱える東南アジアのベンチャーをつなぎ、町工場の生き残りと下請けからの脱却を目指すのが狙いです。大田区から委託され事業を進めるのがベンチャーの育成支援を行ってきたリバネスです。町工場の人たちがそのまま世界にじゃあニーズを探しに行けってなかなかできない。この会社とこのベンチャーというふうに我々がコミュニケーションして一個の事業体を作っていかないとそれがうまくいかないだろうということで、東南アジア6カ国で募集したところ52社から応募があり、有望な3社を選出し町工場とマッチングしました。大田区はこの3チームに合計1500万円を上限とする助成金を交付します。技術の流出を防ぐためのルール作りも進めていく方針です。今回タイのベンチャーとマッチングすることとなったのが三力です。三力は大田区でおよそ90年の歴史がある老舗の町工場です。アルミやチタンなどの金属加工を得意としています。うちの重鎮サウナ60年です。工場ではさすまたなどの警護用品を作っています。しかし近年は景気がいいとは言えないそうです。震災からやっぱもう売り上げがもうボロボロに落ちちゃったから、取引先の工場が被災するなどして影響が出たといいます。工場の顧問である入澤さんはかつて海外で事業を展開することも考えましたが実現しませんでした。こういう感覚的なものをそのまま海外に持っていくっていうのは、まあ、実際には無理なんですね。確かな技術力があってもそれを言葉や文化が違う外国に展開することの難しさを感じていたのです。三力と共同開発をすることになったのはタイで犬用の車椅子を開発しているベンチャーです。持参した試作品は一見